はい、今日は、東京都の3年生のこちらの書き初めの課題ですね。これをちょっと解説を入れながら説明していこうと思います。こちらなんですけど、ちょっとこれは小さくコピーしたものなので、まずちょっとね、ここで、一つずつ見ていこうと思います。だからね、いきたいと思います。こうまっすぐ横にこう来るんですけど、いやいや、これは反るわけでもなく意外と長いですよね。で、こういうところ横の幅どのくらい空いてるのかなっていうのをチェックしてください。これね、ちょっとコピーしてあるやつなんですけど、これがあの用紙の大きさですね。その用紙横幅のこの長さに対してこのぐらい空いてるんだっていうところを意識して、そう考えると結構これは長めですね。そう、長めです。そう、ただね、長いっていうその言葉だけだとちょっと分かりづらいので、まずこうちょっとふわっとしてるかなっていう線質、それに対してここからちょうど中心ですよね。ここね、中心に乗せるように、いつもこの打ち込みっていうのは左上からね、こういう風に入ります。よく斜め45度って言われますけど、こういう風に入ってますよね。でグで、こういう風に入ってこちらからここに向かってくるわけですけど、これがね、こう入ってこう左に来ます。この左に来る時に結構皆さんこういう風にね、あまり左に来れないで下にこうにちょっと行っちゃった時にこれあると思うんですよ。そうするとこれとこれの関係がちょっと変わってきちゃうので、なるべく左に行こうってこの線はね強く思うようにしましょう。左左左って思いながらまずここ位置決めますよね。で、あ、まあこれはまあ3等分にして折っちゃいけないっていう風に言われるところもあるみたいなんですけど、まあ大体な感じでこう、うん、印をつけるわけじゃないですけど、少し自分の中で目安ここまでねっていう感じで思いながら書かないと、結構小さくなりがちだと思いますので、そのあたりはね注意してください。それから 1,2,3 画目、これはキュッと来てしっかり置きます。こういうところしっかり置いてください。横ね、横書くこの部分ってちょっと弱くなりがちなんですけど、意外とこれしっかりめにこう引いてるなっていう印象です。で、ここしっかり置きますよね。そしたら次、さっきの2画目とはちょっと違うんですよ。同じ左払いなんですけど、ここの幅に対してだんだん狭くなるようなこの部分ってことは、左こう頑張っていっといて、これは同じようにこう来るんだけど、これこう沿うようなイメージですよね。ちょっとこういう風に、なぜかっていうとここからこうに回って次ここにこう来たいんですよ。ストーンって落ちるこの 1,2,3,4 画目のここに来たいので、行き先がちょっと変わってますね。あんまりここの状態がわからないんですけど、やってるのはこっからここに行きたいんだよっていうところ、この流れをこう一緒にこうかけるといいんですよ。だからここでスーッとやっといて、止まっちゃうとなんとなくこの流れ見えなくなりがちなので、一気にこういう風にかけたらいいんですね。で、これとこれの長さも少し違います。これの方が短い、こちらの方が長くなってますよね。隣に鉛筆でちょっと小さめに書いてみると、こういう線質、まず1画目ちょっと大げさに書いてますよ、これね。ちょっとこういう感じになって、頭しっかり打ったら左へ行こうと、こういう感じですね。左って思ったら次ここ、こうしてしっかり置きますよね、ここね。そしたら狙い位置はここと同じぐらい狙ってくると来れるかなって感じで、こういう風に来といて、こういう感じです。こう横にこうに来るような感じでここ到着して、だいたいここと同じぐらいですね。こう来てストーンって落ちます。まっすぐ落ちて、こうまっすぐぐらいでいいですよ。こうストーンって落ちといて、最後横横横って抜いていくんですけど、少しこれからこうしといて力抜きながら、なんかここ上がってってる、ここはちょっと特徴的でしたね。これ意外とこうに来てスーってなんとなく下にこう向かうような感じなんですけど、なんかちょっと上がってるなっていうのも、こういうところもそっくり真似できるといいですよね。
どれが正解っていうよりはもうお手本がこうにあった場合はこのお手本に忠実にこれはどういうふうにやって出した線なんだろうなっていうところを読めるようになるといいと思います。はい、でまずはここまで、はい、それではね、こちらのトマという字です。こちらをちょっと書いていこうと思いますけど、これはね、実際の書き初め用紙に書いたものですが、ちょっと小さめに半紙に書いていきたいと思います。これがですね、一画目確かどうでしたっけ、こうなるんですよね。ちょっとふわってするんですよ。でその時の筆の使い方よく見てください。ここ穂と言いますね。で使うのは穂全体じゃないですね。これはこうして筆管立てておいて穂も立てます。ギュッと立てて今起きてる状態ですよね。起こしといてよいしょってこういう感じです。で押さえつけるっていうか、ここの止める時もしっかりギュッとお尻を落とすっていうよりはギュッと立てるんですよ。こうやってお尻が立ってて、これ穂が立ってるような状態。今ついてるのは穂先のここの部分がついてる。でこっちついてないですよね。この状態がいいです。じゃあいけない例を上に書いてみましょうか。この穂をね全部使っちゃってるのが、いくらここの筆管が立ってたとしても、こう立ってたとしてもね、これが全部使ってる。これべちょって、そうするとこうやって引いてしっかり止めてねっていうとみんなこうやっちゃうんですよ。そうするとこれが下にお尻が落っこちてるっていうか、ボコってこう出ちゃってますよね。で実際綺麗に止めたい場合、ここに少しこういう山ができてるんですよ。これ見てもらう、ここにね山が作りたい、下じゃないよっていうところで、さっきのもう一回合ってる方をやりますよ。こうして方を立てる、この状態、ここね立ててよいしょってやったら、こう押してもいいんですけど、しっかり起こしとくこと、ここ、こうやって起こして、そしたらここあんまり落っこちてこないんですよ。お尻ついてないからね。こういうところまで自分で見ること、そう、これでいいです。そしてこれが1画目、こういうふうにちょっとふわっとしてるような1画目でしたね。そうで、この1画目に2画目をプラスしていきましょう。1画目こうですね。2画目はこう、またこう左上から打ち込む、こういう角度ですよね。この角度からこっちに向かってきます。でここで結構大きさも決まってくるので、3等分に折ってると思うんですよ。大体の目安としてね、ここここここみたいな感じでこうなってて、その線のラインがじゃあここだとしましょう。こういう感じになってるとしたら、ここからこの辺狙ってくるわけです。この辺、こう字はこう広がってますよね。友という字はこう三角形のようにこう広がってますから、この辺狙ってきます。こう入れたら、はい、しっかり先ほどと同じように立てます。立てといて左だよってこうゆっくりこういう感じで、最後ねこういうところ割れそうになったらもっとゆっくりでもいいですよ。で次はこれちょっと長かったかなって思いますね。なぜかっていうと、こうやって見るとここの方が長くなりたいからね、ちょっと出るぐらいいっていいと思います。最後はね、1、2、3画目はここちょっと開けるような感じにしといて、トンってきてここで止まってギューってきますよね。でこういう風に来て、でこうに来て、ストーンって確かこの辺に来て、こうやって終わるんだったなみたいな、そういうイメージトレーニングできるといいですよね。そうすると最後この辺かなみたいな、こういう感じになります。ここね、ここからそう、なぜここって言ったか、これぐらい開けるって言ったのになんでここなのって思いませんか。これってほら、筆は太さがあるし、へこむ線ってあまりないんですよ。これ見てもらうと、この線って少しふわっとしてるか、まっすぐかな、どっちかなっていう、そのぐらいの微妙なとこですよね。へこむっていうのは
この部分が狭くなっちゃうのですごく自分が書きにくくなります。とすると膨らんだ方がまだマシかなぐらいな感じに思ってください。こうしてまっすぐかやや膨らむか、そんな感じの線質にしてあげると、さっき結構下から入ったよなって思うけど、結局ここまでほら来るにはこの丸がちょっと潰れるぐらいでしたよね。そう、それぐらい太さと、そういうとこ計算をちょっと頭の中でできるといいですね。でここでしっかり止まります。止まるんだけど、その時も潰れちゃうのはなぜかって言ったら、ここの方の使い方がね、全部使っちゃうからいけないので、ここで立てるように止めること、穂先を起こすっていうのがいいのかな。言葉ってほらちょっとニュアンスがね、なかなか伝わりにくいですけど、穂を起こすみたいなイメージがいいと思います。起こしてあげて、こう持ってくるような感じで、ここからストーンってこういうイメージです。でこの時の位置関係がこれよりも下狙って、ほら今ちょっと離してみましたけど、その時にちょっと下になってますよね。でここでギュッギュってこうに重たくしといて、横に抜いていくような感じですけど、最後の最後がなんかね上がってるんですよ。これちょっとだけ上がってるような感じなので、それを真似しようとするとこういう感じになりますね。さあ次はダなんですけどね、これ全体の形を見てみるとすごく優しいなっていう印象です。なんていうかね、優しいって簡単っていう意味じゃなくて、本当に優しいっていうこっちのね、こっちの字の意味ですよ。こういう印象ですね。なぜかっていうと、ここの縦のこのラインがあんまり鋭くないんですよ。角度が、この角度結構こういう風にもっと持ってきてもいいかなっていうのもあったりするんですけど、このお手本このぐらいな感じでなってますので、これね、これ真似てくださいね。なんとなく囲ってみると、あ、四角っぽいなっていう感じ。こうキュッと太めでキュッと上にこう上がるような性質ですよね。これちょっと書いてみましょうか。こういう感じです。クインってこんな感じ上がってますね。そこからどこ通過するのかなって言ったら、まあ、だいたい真ん中に見えますけど、少しここ終わったところがここ、そこから考えるとやっぱり右寄りなんですよ。これここからよいしょってここに行きましたっていうところなんですよね。でこうあまりこの角度をつけずにこう落ちてきてるっていうところなので、こうクイってやったらここからこっちに来るのではなく、ここ今ここって言ったのは今ちょうどここの半分真ん中こうぐらいですよね。ここではなくてこの辺、ここからこういう風に来てるんだっていうところで、どこを通過するかって言ったら、これなんか真ん中に見えるので、この真ん中あたりをこういう風に通過するように持ってきて、でこのまま延長、こういうイメージですよね。グイッと来てここだから、この線に対したらすぐちょっと上、ちょっと内側に入るかなっていう、そんなイメージです。ここね、トントンってきたらここからギューッと来て、でこれも友達ってこれね3文字しかないので、やっぱり友っていう漢字が一番大きく見せたいわけですよ。だけどまあだもあんま小さくなりすぎると変なので、ここですね、ここの部分が短すぎると字が小さくなっちゃうので、このラインをしっかり保つこと、ここ字の大きさはここで決まっちゃうよっていうところです。これでここに合わせるように右側持ってくるので、これを見るとどうなってるかっていうと、ここね空いてますよね。たっていうのはここ空きます。他の、あ、そうですね、元の字みたいなものをちょっと考えてみるとわかるかな。こういうこれ太いっていう字、こちらがなんかこう斜めに見てみるとこれね、他に見えませんか。これ 1,2,3 ってなって、ここは点なんですよ。本当はね点ギューってここが、でそれで他ができましたっていうことなので、そうやって見るとね、これ太いっていう字に見えてきますよね。1,2 でここを開けます。そしてだいたいこれ一画目のここがありますよね。ここ中心線なんですよ。
この中心あたりからスーッと少し上にこう持ってくるようなイメージですね。こう上に、そして優しくから徐々に力が強くなる、力が強くなってふわーっと抜けるような感じで、抜けた先またこの中心線付近からぎゅーっとまただんだん強くなってきて、ここと同じぐらいで止まってます。その時に、先ほど言ったここのライン、この下のラインありますよね。地面だと思ってくださいね。道はまっすぐがいいです。平らで、ここを目指してくるんですけど、少し空いてるかなぐらいがいいです。この辺はこのほら力をだんだんこう入れていくってさっき言いましたけど、力の入れ具合によっては結構同じぐらいになったりしますよね。これでもちょっと空くぐらいを目指していいと思います。で、ただここよりも下がらないように、これがこうに下がるとすごくだらしなく見えるんですよ。これはダメです。なのでここを狙ってくるんだけど、いやいや短いぐらいでも構わないよっていうところがこれの弾き方ですよね。ここね、だんだん強くするっていうのが難しいかもしれない。ここの優しさ、ここの優しさがね出せるととても綺麗です。それから点のこの位置と角度、こういう風に打ってるの分かりますよね。トーントーンって、点もただのなんていうかな、ポチャンポチャンっていう感じじゃなくて、しっかりこう動かしてるんだよっていう、こうスーって動かしてるよっていうところもねちゃんと見てみましょう。はい、じゃあ書いてる方も参考にしましょう。はね、だですね、だはさっきも言いました、このラインがすごく優しいねっていう話をしたんですけど、それをちょっと書いてみましょう。まず1画目はキュッとこう上がるんですけど、先ほどの漢字で書いたような感じとはまたちょっと違いますね。こう置いてこのまま結構こういう感じです。この辺りが優しいですよね。なんかさっき漢字で書いた時はこうして起こしてねって言ったこの動きがあまり感じられなくてもいいぐらいスッと持ってきて、でこういう感じです。ここから少しちょっと内側に入ってるかなぐらいな感じで斜めに持ってきますけど、その斜めもそこまで斜めが強くない、ここからこういう感じでもない、こんなにいかなくていいです。目安としてはね、先ほどのちょっと説明もしたと思います。こことここが同じラインぐらいの感じですね。それからここまで出ないような、こことここが一緒ぐらいに狙ってってあげるといい。なんとなくだから三角形というよりはこれ四角に近いなって思います。それからポイントは、結構皆さんやりがちなのはここが狭い、懐は深くしてください。こう広げたいんですよ。ちょっとこう太らせたいんですよ。ひらがなのこの隙間がこう空いてなかったりするとちっちゃくキュッてなっちゃうので、広く開けるようにして、でそうですね、これちょうど中心線がこの辺り通ってるのかな、なのでその中心線を目安にここを狙ってくるように 1,2,3 画目がスーッときます。こうやって強く、だんだん強く、だんだん強くですよ。スーッとね、こう強くしてこういう風にこの辺り、この辺りでですね、穂先の動きを見てください。ここからこうで、そのままこういう感じですね。でここがだいたい一緒ぐらい、最後のところ筆ってこういう風に置かれてて、穂先だけがここにシュッと出てくるようなイメージです。ここ難しいんですよね、きっとね。バサってなったり重たくなっちゃったりするので、ここ行きましょう。スーッと太く持ってきて、穂が動いてます。穂先の位置動いてますよ。こうキューって動いといてシュッって感じですね。だから必ず穂先がこっちまで来てるんだよっていうところを作ってあげるといいです。どうしても皆さん押し付けて押し付けてこのままドーンってやりたくなるんです。そうするとここがこういうラインが出ちゃうので、これちょっと重たくてね、あんま綺麗じゃないですよね。穂先だけで跳ねるようなイメージにしてあげると、こ
ここも穂先だけで入ってこれる。で、あんまり止まらないようにしましょうね。で、徐々にこういうところは優しくからどん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 太くするっていう感じで止めます。そうで、ここ同じラインぐらいですね。で、下も見ときましょうね。さっきも鉛筆 の説明もしました。ここの下のラインが左ね、ここだとしたら、右のラインはここの地面のこの線よりも出ないよっていうところ、少し空いてもいいです。ここちょっともっと空いていいぐらいですね。そう、その辺で気をつけてください。日ですね、地。これね、私も書いてみて、すごい特徴的だなっていうのをすごい思いましたし、結構縦長にね、やっぱなりやすいかなっていうところです。下の部分少し開けようっていう風に思ってください。天地ですね、ここの、まずここもそうですけど、上少し開けられるといいですね。それから下が詰まってるとやっぱり苦しそうに見えてしまうので、ここまあ3文字なのでね、3年生ね、開けられると思います。ここ初めから少し開けようっていう風に思っといてください。で、まず書き出しの位置が真ん中じゃないっていうところ、結構衝撃じゃないですか。どうなんだろうな。ここ真ん中のこの線をできれば折ってほしいなって思うんですけど、しっかり折り紙のようにギュッて折ってしまうと、そこにこう墨乗らなかったりとか、なんかちょっと書きづらくてモコモコしたりするので、あんまり強くは折らないでほしいけど、それでもちょっと真ん中の線の意識っていうのはいつも持ってていただきたいので、そうですね、学校の先生にこれ折らないでって言われてなければ、ちょっと、少しつけてもいいかなって私はね思ったりしますけど、そう、それぐらい真ん中って大事なんだっていうところを意識をねしましょう。キュッと来て真ん中の線を越しますっていうことはかなり左ですよね。そう、これ位置的にはこの上の他と一緒ぐらいな感じのところから始まってますね。そういうところも見ましょう。上からのつながり、そう、こういう時半紙に2文字とか4文字とか書くのはとっても上手なのに、縦になった時に急にできなくなっちゃう子もね、多分もちろんいると思うんですよ。そういうのってほら全体が見えてなかったりするので、結構全体をねやっぱりね捉えて書くっていうところです。ちょっと上がる線質、これ一画目に多いですね。ひらがな一画目キュッと上がる、先ほどの他もそうですけど、 こちらにねちょっと書いてみますね。キュッとこういう感じです。こういう感じでいきます。これ漢字とはまたちょっと違いますね。漢字って結構ギュッて入れてギュッてやるような感じになりますけど、なんとなくそこまで強くないなっていうのがわかると思います。こちらの方がいいです。こうしといて、で頭は左側にちょっと寄ってますよね。真ん中の線が、この辺りにこうになってるのかな。で、こちらからこういう風に持ってくるような感じにしておいて、これ意外とまっすぐです。まっすぐのラインできて、次難しいのはここの持っていき方をどうにするのかっていうところが、こうに来たらやりがちなのはこの同じ位置からよいしょってこうに やりがちなんですけど、これがやっちゃうとちょっと間違っちゃうので、じゃあどうしたらいいかって言ったら、こうまっすぐ持ってきたら、次筆がこちら向きに入るといいんですよ。こちら向きにこう変わってて、そこからちょっとこういう感じ、持っていき方としたら、ここでほら筆って太さがありますよね。今鉛筆なのでこうやってできちゃうんですけど、ほらこれやろうとするとちょっとこういう感じになるんですよね。太い部分をこのこういう筆の向きがこうに変わってるんだよっていうところ、今まではこうに入って、このままこうに来てますよね。こういう風に、これがここでこっちに変わって、このままこういう向きでこっちに来る、ここの部分が多分すごく難しいんじゃないかなって思います。ここだと太っちゃうんですよ。こうやっていくとね、無理やりいってるような感じ。その部分とかをねちょっとよく見てみましょう。地ですね。地は
と縦長な感じに見えますね。下このぐらい開けるとちょうどいいです。じゃあこれもね、いってみましょう。ひらがなの一画目キュッと上がるような短い線質、これタの時と似てます。まずこれ真ん中の線をしっかり決めた方がいいです。これがねやりづらいなって思うので、ここが真ん中としたら、これどうになってたかっていうと、ちょっと左側なんですよこれね。ここ左側が出てて、こっち2画目の最後の方、ここ右側が出てるんですね。そう、それでバランスが取れます。こういう風にキュッときて乗っか、こうやって乗っかります。これにね、これに対してどうやって乗っかるかって、こうで、ここから上に行くようなイメージです。あんまり左にこう持ってこないように、ここ、このぐらいの位置、ちょうど中心、中心線で、ここからこういう感じです。左へこう持ってきて、で、まっすぐに近いですかね。これを見るとね、まっすぐに近いんですけど、少しカーブするぐらいかな。なぜかっていうと、次ここの当て方がこうになりたいんですよ。これいけない例をさっき鉛筆でここに書いてますね。これはこう切って、こうに切って、いけないのはこっからの、今筆が穂が上向いてますよね。あっち上向いた状態のまま、こう無理やりこうやろうとするとこうになるんですよ。ここの感じはほら、これ見てください。こういう感じになるんですけど、合ってるやつやってみると、これがこう来ますよね。その後キュッて一個下がってこっちに来るような、こんな動きをここにプラスするんです。ここ当ててる位置が違う、わかりますか。こうに当てるのとこうに当てるの、これの角度が違うだけで、次が横に行きやすいんです。これね、そうすると見てほしいのはこの部分、ここにまっすぐなラインがあるんですよ。こうやって、このまっすぐなラインがこの間違えた方だと出ない。グリーンってやったから丸くなるんです、ここがね。だけどほら、こっちはできてるでしょ。これができるかできないかっていうの、結構大きな違いかなと思います。なのでここの角度に持っていきやすくするためには、これこうやって反ってしまうとやりにくい。こう反らないで少し膨らみがちぐらいな方がこっちに持ってきやすいですね。そうっていうのと、もう一つこの真ん中のライン、今こっちにどんどんはみ出してますよね。はみ出して、こっちも今度はこういってこっち側はみ出してきてますよね。これで均等でバランスが取れて、真ん中あたり、だいたい真ん中あたりで切ろうと思って終わるぐらいがいいです。そうするとちょうどいいかな、プラスマイナスゼロみたいな、ちょうどそういう感じですね。はい。